い、じゃあここから実践編に入っていきたいと思います。特に何も必要ではないんですけれども、ベッドだとか布団の上でストレッチエクササイズができます。もしくは、もちろんヨガマットだとかカーペットでもできます。まあ、人が一人横になれるぐらいのスペースを確保してください。じゃあやっていきますね。まずはね、股関節を柔らかくしていくんですが、両足同時にやってしまうとうまくできないんで、片足ずつですね、片足ずつ股関節のストレッチをやっていきます。やり方としてはこんな感じで、まず右足をぐーっと胸に近づけていきましょうか。そう、まあ体が硬い人だったらね、こうやってもも裏ハムストリングスあたりをガシッと持って自分の方向に引き寄せてくる。体が柔らかい人だったらすね持てるかな、足首持てるかな、この辺を持ってぐーっと自分の胸に太ももの前側を押し付けるような感じで股関節を折りたたみます。これ股関節の屈曲って言いますね。はい、股関節を曲げること、股関節の屈曲です。これが便秘の人は硬くなっている可能性が大なんで、ここをじわーっとゆっくり柔らかくしていきます。じゃあ一旦ここのストレッチを5回行っていきますね。僕のおすすめとしてはこんな感じで、ベッドの角に腰を下ろしてぐーっと股関節屈曲、太ももと胸のあたりを押し付ける。はい、両方の手で太もも固定します。この状態でゴローンと転がるだけ、ゴローンと後ろに転がっちゃってください。で、楽に転がって、下に来た時に少しだけ自分の手を使って胸に近づけるような感じ、反動を使って優しく柔らかくストレッチさせます。そう、これ結構気持ちいいですよね。股関節屈曲ストレッチ、これでおしまい。はい、さらにいきますね。次は少しだけ角度を変えていきます。今まっすぐ股関節を曲げていきました。ここからほんの少し外に開いてほしいんですよ。地面に対して垂直まっすぐ上げました。次はこのまま外に、すねの骨の角度がだいたい30度ぐらい開くような感じで、開いてほしい。これ専門用語で股関節の外転外旋って言います。ですので複合技ですね。股関節屈曲外転外旋、こういうストレッチになります。同じように、最大までですね、最大まで曲げていくこと。右の膝であれば右斜め後ろ後方の方に、こっちの方向に向かって両方の手でぐーっと引っ張っていくこと。こうした時さらに股関節いい感じに開いていくんです。はい、またこれでゴロンゴロンやっていきましょうか。はい、やり方としてはこんな感じ、抱えて外転外旋して、できるだけ膝をこっち方向に両方の手で引っ張ってくる。そのまんまゴローン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 、はい、ゴローンと、はい、オッケー、いい感じですね。はい、次最後になります。次はですよ、最後めっちゃ難しいんですけどね、骨盤の角度調整しましょう。はい、というのもですね、もう正直分かってるんですけどね、便秘になりやすい人の骨盤の特徴は骨盤前傾なんですよ。はい、ドキッとした人も多いでしょう。骨盤前傾って骨盤、腰の骨が前に傾くこと、まあ、その字の通り前に傾く、前傾ですね。こうなってしまっている人がめちゃくちゃ多いんです。骨盤前に倒れの腰のところが反りすぎ、いわゆる反り腰になりので、こうなると何が悪いっていうと、肛門と直腸、このラインが塞がってしまうんですよ。閉じられてしまうんですよ。こうなった途端、こっちになった途端に直腸と肛門の角度が閉じられてしまう。すなわち
交通渋滞を起こしてしまうと。だからこそですね、骨盤を後傾、こっちですね、マイケル・ジャクソン4をしてほしいんです。骨盤が後傾になった時に初めて直腸、肛門、この通りがまっすぐになって排便につながると。はい、いわゆるうんこストリートです。うんこストリートがまっすぐになるんです。直腸肛門角って言うんですけれども、うんこの通り道がまっすぐになるのが骨盤後傾なんです。だからこそ骨盤後傾を意識してほしい、できるようになってほしいんですよ。そのためのエクササイズがこれですね。大丈夫、意味分かってますか？便秘の人、これでうんこ決まってないですか？これお尻後ろに出して決まってないですか？それは閉じられているから出るもんも出ないですよね。うん、そうだそうだ、ほらワンコとかニャンコとかってうんこするときどんな体勢か知ってますね？骨盤が後傾してプル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 ってやるじゃないですか。でオーナー見上げるじゃないですかね。だから動物は排便するときは必ず骨盤、まあ骨盤ないんですけれども、こういう骨盤が後ろに傾いた骨盤後傾スタイルでうんちするんですよ。あれが正しいウンチングスタイル。 OK、 それらを真似しましょうよ。というわけでやっていきますね。やり方としてはこうで、先ほどみたいに右足の股関節の屈曲、外旋外転、背中をベタッとつけます。はい、ここから骨盤を後傾、骨盤を後傾、これがなかなかできないでしょう。はい、お尻の穴を天井に向けるように、よいしょ、そこここ、それ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 、お腹を少しへっこますような感じ、そう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 、これだけですね。はい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 、尻尾があるとしたら尻尾を股と股の間に通す、お尻の穴を天井に向ける、この動き、このエクササイズがめちゃくちゃ大事になってきます。なんだったら皆さん腹筋がプルプルしてるかもしれない。もうそれは腹筋不足ですよね。なのでこの動きですね、お尻の穴を天井に向ける骨盤後傾の動き、これを5回一緒にやっていきましょう。いきますよ、はい、1、そう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 、2、3、4、はい、ゴッド、はい、OK です。これで右側の股関節だとか骨盤周りが柔らかくなりました。うんちができる準備が整いました。反対足も行っていきましょう。はい、反対足、じゃあまずまっすぐですね、股関節の屈曲、まっすぐに足を抱えてゴローン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 、はい、ゴローン、はい、ここからすねの骨を外側に倒す、だいたい30度ぐらい横にすねの骨を開いていく、そう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 、はい、同じように5、5、ロン、1、2、3、4、はい、5と、はい、OK、 次は横になった体勢でお尻の穴を天井にぐーっと近づける動き、そう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 、動き的にはこれ大きくないです。はたから見たらお前何やってんねんレベルですけれども、やってる人はめちゃくちゃ感じるでしょう。腹筋も何だったら痛いじゃないですか。そう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 、もうちょい頑張って、はい、2回目マイケル・ジャクソン4、はい、OK、 はい、3回目マイケル・ジャクソン4、はい、OK、 はい、4回目4、はい、最後5回目4と、はい、オッケーオッケーオッケー、よっしゃ、いいですね。今のが左側の股関節のストレッチでございました。じゃあ最後ですね、本丸いきましょうか。本番は両足です。両足今の動きをしてみます。なのでやり方としてはすいません、すんごいみっともない格好今からしますね。あえてですよ、わざとですよ、こういう風に抱える、こういう風に抱えてですね、ゴローンとこのまま、後ろにゴローンと倒れてください。まっすぐ抱えるよりかはほんの少し開いた状態で抱えて、膝を
斜め後ろに、こっち方向にぐっと引っ張るような感じ。そしてこの体勢でまたお尻の穴を天井向けるような骨盤後傾ですね、マイケル・ジャクソンエクササイズをしていきます。はい、この体勢が僕が考える一番のうんこブリブリ体勢なんですよ。はい、直腸と肛門が一直線になったうんこストリートがドストライク、ドストレートになる一番うんこに適した体勢だと思いますんで、その姿勢を取れるように筋トレ、ストレッチしていきます。これで最後になるからみんな頑張っていきますよ。はい、両方の足首こうやって持って、はい、ゴローンと、そう慣れたでしょう。これだけでもいいじゃないですか。はい、ここからマイケル・ジャクソン41。はい、いきますよ。はい、2回目、5回、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、お尻の穴上向けた状態でホールド、1秒、2秒、3秒、はい、OK でしょ。さあ、どうでしょう、なんか。お腹がキュル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 ってなってませんか。ね、中から俺も出せ俺も出せと、そんな気がしませんか。はい、お疲れ様でした。今のポーズですね。なので、あれですね、まとめると股関節、屈曲、外旋、外転プラス腰椎、腰の部分ですね、腰椎の後腕、後ろに湾曲すると書いて後腕、これが僕が考える一番便秘が良くなる、便秘が解消されるポーズなんですよ。なので今のエクササイズをやってみて、特にあの理論編で言ったうんこのゴールデンタイムがあるわけじゃないですか。あなたのうんこのゴールデンタイム前にこのエクササイズをやってみて、慣れると30秒ぐらいしかかからないから、それをやられると便通を催す可能性高いんじゃないでしょうか。やってみてください。応援しております。もうね、うんこ便秘の苦しみは僕もね、日本に行った時に経験するんですけど、辛いししんどいですもんね。なんかもう便秘って腐った重りを持って生活しているようなもんですもんね。ですのでリスナーさん、皆さんの便秘が解消されて気分すっきり快便快調生活を送られることを心の底よりお祈りしております。じゃあ今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。今日の動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価、皆さんに拡散、シェアよろしくお願いいたします。じゃあまた配信いたします。料理のセラピスト庄司でした。さようなら。 YouTube をご覧いただきありがとうございます。もっと心と体を軽くしたい方は庄司の健康オンラインサロンへ。もっと姿勢のことを書籍で詳しく知りたい方は一分姿勢教室で、こちらでお学びください。僕、庄司がお待ちしております。じゃあねー。